はい、どうも、ゆうたです。今回は、ちょっとね、VAB の今後についてをちょっとお話ししようかと思います。まあ、今後についてお話って言っても、まあ、サーキットでのお話ではあるんですけど、まあ、サーキット走るために、日々ね、いろいろカスタムをして、どうやったら早く走れるか、車がね、まあ、腕もそうなんですけど、いろいろ考えてやってるんで、まあ、毎シーズンごとにね、冬にね、こう、タイムを出してって、まあ、どういう感じでタイムアップしているかっていうのをやっぱり、ちょっと、動画に、いつも動画で、サーキットの動画出してると思うんで、どういう感じで、まあ、今後、タイムをね、目標タイムだったり、どういう感じで走っていくかっていうのを簡単にちょっと、説明しようかなと思います。まず、そしたら、タイム、サーキットでの目標タイムをちょっと言っていこうかなと思います。まず、筑波サーキット、コース2000の方ですね、TC2000 の方は、一応、昨シーズンが1分2秒8がベストで、もうちょっとタラレバで2秒6とかぐらいは言ってるんですけど、まあ、今回ね、いろいろ、仕様変更したんで、まあ、目標タイム言ってから、ちょっと仕様変更した箇所を全部ちょっとまとめて言おうかなと思うんですけど、一応目標タイム的には、1分1秒、フラット。フラットが目標です。一応、まあ、1秒台にはとりあえず入れたいなっていうのはあって、で、できればフラットぐらい出たら嬉しいなっていう、まだちょっと走ってないんで、わかんないんですけど、一応目標的には、1分1秒フラットです。で、コース1000の方ですね。コース1000の方、つくばのコース1000の方は一応38秒5を目標タイムにしてます。昨シーズンは40秒3でね、まあ、40秒は絶対切れるだろうと思って挑んだ前回の走行会なんですけど、1本の時間が10分ぐらいしかなくて、で、1ヒートで2、3回ぐらいしかアタックできないんですよ。クーリング含めると。で、気温もちょっと結構20度以上あって高かったっていうのと、あとちょっとギアの選択を間違えていたのかなっていう感じもあって、なかなか攻略しきれなかったので、まあ、今回はね、38秒5ぐらいを目指してます。はい。で、次、富士スピードウェイかな。昨シーズンはね、ちょっと、いろいろ訳あって、2回ぐらい申し込んでたんですけど、ちょっと予定が合わなくてキャンセルしちゃって、なんで、リミッターカットと、車高調タイヤぐらいの時かな。前回走ったの。が2分3秒で、まあ今こんだけやってるんで、まあ久々にポンと言って走っても1分57秒。1分56秒ぐらいは出てもいいんじゃないかなっていう風に思ってます。はい。で、次はどこかな？本庄サーキットかな？本庄サーキットは、前回、昨シーズン43秒4だったかな？ 3 だったかな？ぐらいで、まあ42秒後半ぐらい行きたいなっていうのはあったんですけど、結構最終コーナーあたり、S 字からの、縁石からの足の収まりの悪さと、路面のちょっとアンジュレーションがとにかく悪くて、ピッチングがすごかったんで、まあ、今回ね、足も変えたりしてるんで、で、あと、S 字の路面が結構縁石低くなってるっていうのと、路面回収も入ってるんで、まあ、42秒前半は行っていいんじゃないかなっていう、まあ、42秒フラットぐらいが、まあ、狙いですね。はい。で、次のサーキットは、茂原サーキットかな。茂原サーキット、昨シーズンは、まあ、どのサーキットも大体1回しかしてないんですけど、昨シーズン茂原1回走って、で、お昼ぐらいからもう雨が降ってきちゃったんで、前半のヒートしか、まあ、満足いく走りができていなくて、で、茂原サーキットも結構縁石を使うサーキットで、で、足の収まりが本当にとにかく、悪かったんで、
とにかく足が落ち着かない、まあ、車体が落ち着かなくて、全然アクセル踏めない。まあ、踏んだとしてもちょっと4駆だけど書いてしまってトラクションがかからなかったんで、それで48秒8ぐらいかな。だったんで、まあ、今シーズンは47秒5ぐらい、ちょっと出したいなっていうのはあります。はい、そんな感じです。だと日光サーキットですね。日光サーキットも雨だったんですよ。最初の1、2ヒートしかちょっとちゃんとドライで走れなくて、で、日光サーキットの方もまあ40秒切りは余裕かなと思っていたんですけど、40秒5というね、すごいちょっと満足のいかないタイムで、まあちょっと全然まだ攻略しきれてなかったのと、あと日光は純正ブレーキでちょっとブレーキのフィーリングがとにかく悪くて、ちょっとあんまりね良くなかったなっていうのと、まあ日光もあと遠赤ちょっとインフィールドで使ったりするんで、まあ足の収まりとトラクションの悪さ、あとギアがねちょっと日光もちょっと一個上で行っちゃったかなっていうのもあって、ちょっとまだ全然試しきれてないサーキットで攻略しきれてないんで、まあ、日光の方も38秒5とか39秒切れればいいかなぐらいの一応目標タイムでいます。はい、という感じで、関東の方で走ったことあるサーキットはそのぐらいの目標タイムです。で、あとは袖ヶ浦とか恵比寿とかですね、ちょっと走りたいなとは思ってます今シーズンで。あとちょっと遠征を今回しようかなと思ってて、つくれ、つくれサーキットっていうのかな、あれ読み方が、つくれサーキットとあと三浜サーキット、愛知にあんのかな両方で、ちょっとそちらに遠征して、どうせ行くんだったらちょっと一個だけじゃなくて二つぐらい走りたいなっていうので、つくでと三浜をね、ちょっと走っていきたいと思います。そちらはね、ちょっと全然まだ走ったことないサーキットなんで、まあ目標タイムとかないんですけど、とりあえず走ってみたいなという感じで思ってます。はい。で、昨シーズンから今シーズンに向けて、ちょっと仕様変更、アップデートしたところをちょっとお見せしたいと思います。はい、まずねやっぱ一番大きく分かりやすいドンガラ仕様にしたことですね、車を。今回こちらで軽量化65キロぐらいは軽くなってんのかなという感じです。で、今回ちょっと結構ガチでタイム狙いに行くんで、助手席はサーキットで外して軽量化しようかなと思ってます。どうだろうね、15キロとか20キロぐらい変わんのかな、ちょっと分かんないですけど、そんなぐらいですかね。あと今回ヒールプレート入れました。ちょっとどうしても下がねこうボコボコしてて、ちょっと地面がねフロアが悪いっていうのと、あと高さがどうしてもすごい低くなってしまったんで、操作性の問題でこちら入れました。はい、だとねすごい小さな変更なんですけど、ちょっと今回ねフルバケも一番リアを下側にしてポジションで、まあ下から2番目ぐらいにしてます。前はこんな感じで、まあ腰が深い方がホールドもあるし、ちょっと操作性も上がるかなという感じです。あとブレーキですね。ローターを370ミリに大きくしたことで、ちょっと熱容量のアップと、あとはマザイを MX72 プラスに落としてのちょっとコントロール性とね、まあローター大きくなったことで効きもやっぱり上がるんで、まあブレーキには優しいという感じです。はい、あとフロントのフェンダーですね、ワイド化、これはまああとはエアロ効果と排熱があるのと、あとはちょっと軽量化になっているかどうかわかんないんですけど、まあ、純正フェンダーよりもしかしたらちょっと軽いかなという感じです。はい、あと今回こちらの、ブレーキとブレーキキャリパーとブレーキローターへの
冷却ダクトを追加した点が変更点ですね。で、あとはね、車庫帳をね、ちょっと変えました。ベッタンツーウェイ式のね、ちょっとこっからじゃ見えないかもしんないね。はい。で、まあ、足はね、まあ、とにかく収まりもいい感じなんで、バネレートも高くなってるんで、ちょっとね、ロールオーバーっていうところもあったりとか、ちょっとフロントのノーズが沈み込みすぎちゃってとかっていうのもあったんで、まあそこの改善を望めるのと、あとアライメントを、ちょっとフロントのキャンバーを今シーズンは 4.2 度、で、後ろが4度。で、塔は両方とも前後ともアウトに振ってあります。で、ハイキャスター仕様になってるんで、まあそういうアライメント、車の根本的な動きもちょっと変わるかなと思います。そんな感じですかね。で、基本的に、フロントの設置の方がアンダーが強いんで、ちょっとどうしてもフロントのグリップ感が欲しいんで、ちょっとこれで様子を見て走ってみたいなと思います。あとはちょっとカスタムとかタイムとかには影響は出ないんですけど、ちょっとまあこういった安全面を考慮して、一応ねヘルメットとハンスの方を買いました。今まで二輪用のヘルメットかぶってたんですけど、今回アライの GP6S ってやつだったかなっていうヘルメットを買いました。で、ハンスも買ったんで、ハンスのアダプターみたいのはついてないんですけど、こちらも買いました。ヘルメットが5万いくらと、これは9000円ぐらいで、このハンスが、これも5万ぐらいかなという感じです。ヘルメットのバッグもね、1万ぐらいしたのよ。高い。全部で12、3万ぐらい使ってるよね。で、ハンスはこれ M。 まだ自分でこうつけたことないんだけど、で、二輪用と違ってこの視界が狭いんですよね。こんな感じかな。こうやってかぶりにくいね。取り付けがしにくいよこれ。こうやってやればいけるかもしれない。これでいけるわ。結構視界が狭い、バイクのやつと比べてやっぱり。はい。だと、レーシングスーツをちょっと買いたいんですけど、ちょっとね、今 OMP がいいかなとか思ってて、ちょっと在庫が今全然なくて、で、どうせやっぱずっと使うものなんで、で、金額もね、そんな安いもんじゃないんで、まあ、じっくりね、それは、ちょっと考えて買おうかなと思ってます。そんな急がないで、ね。で、あとタイヤをね、今回、052から71RS に変えるんで、それもちょっとタイムに大きく変化してくるんじゃないかなという感じです。だと、最後に、アタックつくばに、今シーズンはちょっとね、エントリーしようかなと、今のところ思ってます。
まあ、会社のちょっと休みがね、取れればの話なんですけど、ちょっとアタックつくばに出てね、そこで、新品タイヤ入れて、ちょっとそこで、それまでにサーキットはだいぶ走るんで、ちょっと車の動きも理解できるんじゃないかなという感じで、ちょっとまあ、まとまってくるとは思うんで、そこでタイム狙おうかなと思ってます。なんで、まああれ多分見学とかできると思うんで、もしよかったらね、ちょっと応援に来ていただけると嬉しいです。という感じで、今回は以上です。